かもともとストリートギャングとかの人たちがいたところが結構ラッパーやっぱ多いよね。東京そうギャングルーツのところはやっぱ多いですね。僕なんかの時ってどっちかというとなんか結構暴走族やっててもファッションは結構ギャングチックなファッションとかだったんですよね。結構あの B 系っていう、うん、結構まあサンタフェとかアイドとかマジェスティックとかいたんですけど、中にはいたけどたまにオシャレに結構ダボダボで、ディッキーズのなんかワークシャツとかバンダナとかは巻かないですけど、ね、千葉県はサンタフェみたいな、サンタフェもサンタフェとかもいたんですけど、結構ギャング帽をかぶったりギャング帽ですねとかパンチパーマでダボダボで隠してますよね。パンチパーマをなんか私服の時って、まあ、いや結構全面的に出してますよね。でもなんか結構こういうファッションも結構多くて、え、千葉県はそういうそのヤンキーファッションみたいなのはどういう感じだったんですか。基本セットアップ、あ、なんかカールカナイとか若い時とかフグとかね、あ、フグ早ーったシャカシャカとか、でもやっぱり溶けちゃうんで、あ、会社で、はいはいはい、サンタフェ多かったし、サンタフェ多かったし、ある店でね元気出しましたしね。でなんか、はい、千葉県だけなのかね、ヤンフクっていうそのあショップ、そお店が長ポートにまとめられた。あ、そうなんですか。ありました。ダルビとか売ってる。2回ね、2回ダッシュしたね。バレてたな。結構横浜だとあの石崎町とか、あ、はい、あそこに紳士服として、はい、はい、ありますね、ありますね、いや、だってもともとそういう服でしょ。あ、そうそうそう、ゴルフですね。テニスとか、ゴルフとか、で結構そういうところでやっぱガキなりにこう5万ぐらい持ってって、高いですよ、ね、で上下で買うんすけど、こんな高いんだみたいな話言うと、おっちゃんが結構いいよ、まあ、半額でいいよとか言うので、結構サンタフェの買ったりとかしたりとか、まあでも多くは買えないんで。そういう紳士服で商店街の中にあって、うん、でこう買ってとかだったんで、あ、じゃあフブとかカナイに切り替わったじゃないですか、そういうヤンキーの人、結構じゃあ結構、まあ、お金的には楽に なった感じですね。でもね、確かに感謝戻ってくるとか取ってくる。俺サンタフェよくカードで切ってた、中学生の時お母さんのです。あ、他人からね。今じゃ多分バレちゃいそうですね。昔あったのですけどね、サンタフェとかがあったんですよ、本当に。なかったですよ。で、お風呂とか、先輩からのお風呂とかを聞いたりとかして。やっぱり、その世界でも、やっぱりそういう高い、そういうおしゃれに、その世界でのおしゃれをしなきゃ、やっぱり。やっぱりサンタフェでやっぱ着たりとかしてると、あ、いい服着てんな、みたいなとか。で結構サンタフェって、昔のデザインがかっこよかったりするんですよ。だ先輩からのお風呂のやつとかが結構かっこで、あのでかいやつとかね、とかだったんで、ちょうどなんか僕ぐらいの多分同い年だと、ちょうどサンタフェも結構なんかシンプルめなのとか、リスペクトとかいう服とかもこう出始めたりとかしてて、なんか結構そうですね、ガルフィーとかも。バンって破壊したら目立ちますよね。そうですね。ヘビとかね。ヘビとかね。あれとか結構懐かしいなって。値札、ねね、は高いこと書いてありましたね。金払ったことないですけど、ね、いつもね、いつもね。皆さんは結構もう持ってきたみたいな、ね、うん、まあもう、もうだから今は構成してその分はもう全部返したってことですね。タバコ代で